本日のゲストはもう毎度 YouTube 見てる方は分かると思うんですけど、はい、仲間フレンズ中村フレンズのネイマールこと畑野海選手に来てもらいました。全部話そう、全部話そう。ちょっと多分ドリブルとかみんな見てこいつ異次元だなと思ってると思うんですけど、実際結構すごいやつなんで、まあどんなサッカーを人生を歩んできたのかっていうのをちょっと最初聞きたいと思います。小学校の頃は埼玉県の FC カーニョです。 FC カーニョ、今なんだっけ、なくなりました。今なくなっちゃったんだけど FC カーニョっていうチーム、はい、そこもドリブルチームだったの。まあ台によって変えていくスタイルですね。中学校は、中学校も FC カーニョです。あ、カーニョ、中小中カーニョで、で高校から清和学園に行って、まあ多分その足元とか清和で身についたと思うんだけど、なんで清和のこと知って清和行きたいなみたいな思ったの？中学の監督に清和学園に勧められたのもありますし、清和から少しちょっと話もあったのもありますし、まあ、その先が実際すごくて、俺と海は3つ違いだから、まあ、学年で大体 1,2,3 個まで一緒だったら結構有名な選手とか分かるじゃん、自分が1年の時の3年、2年の時の1年、で俺全然かぶってないけど、なんか名前聞いたことあって、出会う前から、あの激坂っていうサイトある、みんな多分サッカーよくやってる人は知ってると思うんだけど、それでなんか名前聞いたことあって、で去年会って、え、なんか名前聞いたことあるってなったってなったまあそのナイキが主催したセレクションに合格すると、多分世界のいろんな、チームと戦えたりアピールできる状況が作れて、その毎年そのセレクションで、受かった選手たちがもうすでに20人ぐらいいて、その中で1年間活動を通して移籍とか他のチームに行って、空いたところにまた毎年セレクションやってた 4,5 人とかが入っていくらしいんだけど、その4,5 人に会話入ってイングランドで1年間プレーしたんだよね、うん、で日本で多分それ選ばれたのが会と、今 FC 東京でやってる龍馬、渡辺龍馬選手2人だけで、ただこれ結構とんでもないことなんですけど、会はそれに選ばれてイングランドでやってました。そのナイキの時の話をちょっと聞きたい。まずセレクションの話からいこう。セレクションは何人中何人な、日本だけだったら、日本でなんか関東セレクションみたいな、うん、関西のセレクションみたいなのがあって、で俺は一応最後のとこからファイナルから選手権のなんかちょっと注目された選手みたいな、別に大して注目されてないと思うんですけど東福岡の選手だったりとか市船の選手だったりとか、やっぱ J とかの選手はファイナルから行けるみたいな、全部合わせて結局ファイナルでも70人くらいかな。だファイナルに勝ち残ってきた選手権とか以外の上手いメンバーと選手権出たメンバーで合体されて、と J とか、J とか、 J いた？だからどっちかというと高校サッカーのが多いのかな、かな、多分どっちかというと高校サッカーメインなんだけど、高校サッカーとか J のえぐい中の70人から何人なの？は2人ですね。2人、それはカイと誰かがいたんだ。そうですね、2人が選ばれてもう世界に行くの。そうです、で世界のフランスでグローバルファイナルみたいなまだ終わってない、まだ終わってない日本でから日本で2人に入るんですよ。めちゃくちゃ多い中の2人に入ってフランスで、フランスの70人くらいですよね。また各国からヨーロッパだったら多分枠多いんですよ。フランスとかだとなんかやっぱ強いじゃないですか、国的に枠も多くて5人とか4人とかいたんですけど、日本は多分2人っていう枠があって、うん、大体70人くらいですかね。で70人の中から8とか、毎年5人とかなんですけど多分、ああ自分たちの時多くて、ね、絶対あれじゃない、前にいたメンバーが何人抜けたとか、ね、何人サインしたかによって多分変わってくると思うんだけど、 その70人の中から8人選ばれたのがもうそれが最後でしょ。そっからそうだね、じゃあ20人いたのか分かんないけど、うん、あの
消えて抜けたりしたメンバーの穴埋めで8人入って活動するんだ、うん、じゃあもう最後はその日本人は帰るだけでしょ。その一人行った人はそこのそのファイナルのとこで8人に入れなくて、うん、奇跡マジで入れたのマジで、うん、いやいやそんなことないよその70人の日本の中からまた70人の世界の中からまた上がって20人残りました。で1年間活動しててなんかどっかからどこ行ったの。レスターは話は一応レスターの練習参加とか、うん、行ったの。練習参加行ってない。いやレスターとやった時にナイキって結局いろんなチームとやるんですよ、うん、プレミアだったりとか、うん、プレミアでもセカンドチームとかもありますけど、うん、とかチャンピオンシップのチームだったりとか、まあ、大体まあ、レベル高いチームとか何回かし、うん、毎週週2回か1回試合させてもらってそこで話待つみたいな感じなんですけど、うん、レスターちょっと話あったの。そうですね。でもねえ最後は結局は合意までいかなかったみたいな。それはまあ結局最終的に自分の実力なのかもしれないですけど、うん、最後ビザの問題で、うん、ああまあタイグランドイングランドはねそうだよ。1年イングランドいたじゃん、うん、でそっからドイツに行ったの。もう結果論なんだけどレスターに入れると思ってて、はいはい、話ももらってたように、うん、日本帰ってきたのもあって遊んじゃった時期っていうか、うん、3ヶ月間ぐらい、うん、あレスターが決まんなくて帰って、まあ、いやもう話してる最中ね。あ決まると思ってて、はいはい、あそういうことね。でだからもうそれまでの間うもうあっち戻るだけだしもう遊んじゃおう、ね、遊んじゃおうじゃないけど久々に友達と会って日本帰ってきてじゃないけどそういうのもあってビザの問題もあり決まらないってなって、うん、そっから動き始めて FC 東京だったり。ああ、一緒ね。そうですね。 F 東とか多分アントラーズの練習参加とかも行っててコンディションとかもあんま良くなく。いやでもまあ実力っすよ。まあ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 、まあ、それで、まあ、J リーグも何か行ったけど決まらなくて、うん、でもう一回イギリスに戻るってのはできなかったの。はもう絶対できない。あそうなんだ。でどうしようってなって次ドイツ。そうですね次ドイツ行ったのか。でなんかドイツ行ってもドルトムントの練習とか参加したんだけど、じゃその経緯は。まず初めにデュッセルドルフのセカンドチームから話をもらってそこで練習参加してる時に契約ってなった時のタイミングでドルトムントのキャンプ参加しないか。ああ、まあそれだったらドルトムント選びたいよな。そう契約かチャンスかじゃないけど。で俺は前からドルトムント好きだったし、うん、でドルトムントのキャンプに参加してることになって。なるほどね。ドルトムントは、ね、結局レベル結構高かった。高いんだ。まあそうだよな、うん、トルトムントだもんな、うん、トップから落ちてきた選手とかも何人かいたりとかして。うん、なるほどね。まあトルトムントだもんな。なるほど。そうなんですよ。そう、ね、でその時の1個前のじゃあディッセルドルフもなくなって結局ドイツのチームに入っ違うチームに入ったっていう感じか。だそうです。まあとりあえず何が言いたいかって言うと日本のえりすぐりの中の70人の中の世界の70人の中の8人に入ったってことですよね。それはあのドリブルできますよ。いいからいいから聞こえるの悪い。本当に。いやでもマジです。俺も結構あのいろんな選手とやってきてレベル高い選手とかでも1対1だったらマジでえぐいから本当にあの今後も多分 YouTube 出てくるんで参考にしてガチでエグいんで1対1は。わあの守備とかできないんで。あでもぜひ一緒にやりましょう。そうそのナイキ受かったじゃん、うん、結構むずいのむずかった、うん、みんな集まった時に、うん、正直自信はなくて日本の時点で。いや日本の時はもちろん選手権で
一緒に注目されててなんかやってたやつがいるの来てたもんな。一緒にやったら対戦したら嫌だなっていう選手とかも結構いて、うん、初め2日に分かれんの、初め1日目と2日目あって、うん、1日目で落ちて帰る人もいれば、はいはい、その日泊まって横浜のなんか結構ちゃんとした、あじゃあもうマジサバイバルやん。そうだからいっぱいいてもう1日でダメだったらその日返されて残りやつは泊まる、うん、おもろきつ、俺絶対無理だもん、俺ドリブル系じゃねえしバカむずいと思う。そうだね、1日で見せれる実力が必要かもしれない、そうだね、必要だね。もうみんなで言ってうまいから、うん、でまあ1日目残って2日目もそのいろんなスカウト陣のおかげが残って、うん、世界行ったわけじゃん。そうだね、世界はやっぱ結構えぐいの。世界はこれそんなことないなこの反応。いや正直、うん、俺のプレースタイル的に日本の選手って結構引いて守るっていうか、1対1の時とか下がってっていう対応するみたいなやつが多くて、で海外の選手は結構突っ込んできてくれて、そうだね、だこういうところも多分日本で活躍できなくても海外行ってブレイクする選手とかがいたりするところだと思う、うん、確かに。まあ、とフェイントかけて後ろの選手も引っかかったりするからなるほどね。じゃ結構そんな、なんか割とやりやすかったとか見せやすかったみたいな感じだったんだ。そうだね、なんか対応してた、マッチアップしてたサイドバックの選手が結構ナイキの中で評価されてて、うん、その年にどこだっけな、本当チャンピオンシップじゃないけどとかのチームに行くっていうの決まってたりとか。チャンピオンシップはちなみにイングランド2部なんですけど、バカレベル高いです。バカレベル高いです、バカレベル高いです。給料とかもえぐいです。だからそこで評価されてた選手を抜い、なんか結構あ、まあ、自分の中でも、うん、その時調子良かったんで結構、うん、でその1試合の何分かで決まったらしいです。でそこでもう8人に入って世界に行くじゃん。もうナイキ決まりました。そのメンバーはエグいの、さすがに。そのメンバーエグいっす。エグい。え、リョーマもそこ行ったの？は、その前に。あ、決まったのか。その前にどこだっけな、イングルシュタット。イングルシュタット。イングルシュタットに決まったのかな。あ、そういうことね。そこで多分ナイキのセレクションってマジいろんなチームが来るから、ナイキって練習も来るし、試合もいっぱい来るし、スカウトとかがね。そこでどのタイミングか分かんない、それが高校選抜の時にもドイツ行ってるから、うん、分かんないけど。え、じゃあさ、その世界の20位に行ったのお前だけじゃね、今んとこ一応両方も行ってないやん。そうだね、じゃあもう世界で一人です。間違えた、日本で日本で一人だけです、唯一一応。すごいなマジですごい、マジですごいことだと思います。これはナイキはいつ、うん、その後いつ終わっちゃったの結局。これもわかんない、わかんない。でももうないでしょ。ない。まあ、とりあえずその今海が受かって本当トップまで行った制度は今なくなっちゃって、うん、あれらしいんですけど、俺らの代とかも全然あったし、多分その上とかもあったと思うけど、うん、そうだよね。なんか俺らの、うん、あともう1回2人来たんだよね、日本人が。どこに？俺らの遠征先みたいな、ナイキの。そう、おーに来て俺らと試合して、はいはい。ああ、その選考段階でね。そう、会のいた70人ぐらいの時でしょ。そう、70人ぐらい。そう、それで、で俺らと試合したりとかして、でそこでその2人はダメだったんだけど、だまあまあそんだけすごいナイキ受かって、お前今でもなんかスパイクとか、そうだね、あのナイキのエンプロとか入れてるやん、はい、ナイキアカデミーいた時はどんな感じだったの？いやもう感覚崩れてたね、もうナイキ欲しいもの全部みたいな。もう本当にナイキ欲しいと思ってなかったな、あっちにいる時に。あもうなんかみんなポイポイ渡してくるから、はいはいはい、なるほどね。で新しいものが入ったらすぐに、はい、渡してくるし。あナイキのありがたみ忘れてた。ナイキのかっこよさ忘れてたでしょ。忘れてた。高校の時あんなに欲しかったね。まあ、忘れた、ダサいな、思ってたのに。
本当になんか飯とか施設のもエグいんじゃないの。そうだね、なんかヒルトンホテルみたいな、うん、そのまずセントジョージズパークっていう施設でナイキアカデミーがやってて、うん、そこでそこの近くのホテルで俺らは住んでる感じなんだけど、うん、そのホテルとかプロダクトルームみたいなのがあって、そこにナイキのものとかいっぱいあって、うん、そっからもう結構 いくらでも持ってっちゃっていいみたいな。だから別に毎回、毎練習、毎試合全部スパイク変えようと思えば変えれる状況みたいな。でも変えたくないじゃん、靴ずれとか。まあ、そうだね。まあでもナイキ、あのナイキが主催してる中でのトップだったらまあ普通ですよね。あとはそのイングランドサッカー協会の、そのナイキアカデミー自体がイングランドサッカー協会の施設で、セントジョージズパークってとこでやってたから、サメいそうやな。そう、そういうこと言うじゃん。で、そういうの無視して、で、本当にその施設自体マジで調べてくれたらすごくて、分かると思うんですけども、そういう施設でやらせてもらってたから、もう本当バルセロナのトップチーム、ちゃんとトップチームのメンバーが来て、うん、俺らと一緒にちょっとサッカーやるじゃないけど、うん、とかもあったりとか、ほんとマジ冗談じゃなくてトイレでマジでルーニー言うみたいな。イングランド代表が使ってたんだ。イングランド代表の施設だから、ね、あ、本当にそれはいるわ。そうそう、ほんとにラッシュフォードと昼飯とか普通に俺らのとこでみんなで食ってたけど、だ要はまとめるとセントジョージズパークエグい、そういうことです。それが離れてないよ、もう。まとまった。サメ好きなのに、ただ。まあ、このドリブルは納得できますよねっていう。いや、マジで、この話したの初めて。あ、本当に。うん、まあ、俺も、最近、こいつ一緒にサッカーやってて、ドリブル教わってるんで、そうそう、ナイキ受けます。で、セントジョージズパークに行きます。終わってるんですよ。いや、ありがとうかい。うん、いや、マジで、こいつ、弟のように可愛がってるんでね。いや、本当に、しゅんくんに頼まれてなかったらこの話ですすいません。本当に。やった、中しゅんチャンネルだからこそってことで、うん、よし、激坂に聞かれてもしてない。中しゅんチャンネルだから話そうかな。でかそうね。いや、本当に皆さん、これ結構本当貴重な話だと思うんで、回してください。本当いい、今後もこういうのやっていきたいんで、登録といいねとコメントを教えて、もっと喋るんで、みんなやっぱ、はい、チャンネル登録が増えると、その喋る方もみんなに広まるから頑張るんで。確かに。お願いします。まあ引き続き会にはもうちょっとだけ話聞いていくんで、とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。